はい、始めます。1大会チロルズ6が1試合目です。チーム紹介します。レフト、あ、みんなのいいとこ言いながらチーム紹介します。レフト、キチガイだけどかわいい大輔。ライト、大きいね。昨日の飲み会では天然ぶりを発揮してくれました翼くん。1年生面白い子が出てきていいですね。ライトバック、見た目が超チャラい池田くん。おー、ナイスサーブ、いいね。昨日は何回も粗相を犯してましたね。そしてレフトバック美穂、サンカップ優勝者ですね。最強ですね。ちょっとこのチームは匠が行かないことによって、ちょっと美鈴が王様に行ったので、カレカノで参加しましたんだけど大輔1年生チームになっちゃいました。カレカノで参加しました、ね、でも大輔なら大丈夫。え、マジで？だってこれは勝てるんじゃないですかね。木のチーム弱いですね。6-0、向井さん予選落ち、免れるのか。免れるのか、だかカラコさん一人でないとナレーターみたいな。そう、喋りようよ、ずっと昨日の飲み会の話からしようか。一人でみんなのいいとこ言いながら紹介し、久しぶりに行ったら、なんかもう翼と真央くん死ぬか落ちてこい、割り受けるあの人ちょいデブですね。よし、お、なんか木村が触るのがサーブすごかったですよ、うん、いや池田君は21点サーブを打てるのか。池田君21本いいね、いいね。と10-0でチェンコです。うわ、久しぶりにビデオ撮るんで撮り方下手だったらごめんなさい。今何なんこっち、お、女子王さんも急にで勝ってます、勝ってます。お、帰ってきた。ここを決めれよ。おお、ナイスキー、いいね、中井さん。ずーわー、中井さんのイケメンのが比較しますとイケメン度がすごいですね。顔面偏差値高いですね。でも中身はキチガイですね。サッカー始めた。サッカー始めた。ちょっともうこのチームは何を考えているのでしょうか。何を聞いたでしょうか。サッカーを始めた。参加費3000円払って何をしに来たんでしょうか。無理、参加費3000円。何言って。参加費。もう12-0で終わります。よろしいでしょうか。はい。本当に終わりますよ。本当に終わりますね。ちょっと中身がない試合なので、それでは頑張ってください。ピー。俺らもここと当たる。ピー。